どうも、丸詰め長野です。今回はですね、最近めちゃくちゃ流行りの、ひろゆきさんというね、2チャンネル創始者、大論破王、ゴールディーひろゆき。ゴールディーひろゆきというね、まあ人がいるんですけれども、まあ最近ね、まあひろゆきさんのその切り抜きとかがめちゃくちゃ流行ってまして、まあひろゆき語録というものがね、まあないんすけど、あるんすよね。うん。まあとにかく、まあパワーワードを詰め込んだかのような、まあひろゆき語録がありまして、例えば、まあどんなのがあるかっていうと、なんだろう。嘘つくのやめてもらっていいですか？あの、なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですか？いや。あとは、そのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いたんだよね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いたんだよね。とかね、まあこういう感じで、まあちょっとこう、なんだろう。ひろゆき出ちゃったけども、今回はですね、まあその語録を使って企画をね、やっていきたいと思います。まあその企画というのは、後輩との面談中に、ひろゆき語録見続けたらいつバレるのかドッキリー。はい。もうタイトルの通りね、もう特に説明することはありません。はい。まあというわけで、もう単純にも僕がやりたい。というわけで、Make it possible with! オープニング飛ばしていきなり本編見るのやめてもらっていいですか？みんなの今日はですね、はい、木沢の、みんなの充実度、はい、充実度を聞いてまして、あーすごい、もうリスキーの話する質問じゃない気もしますけど、まあすぐは正直頑張ってると思うけど、はい、頑張ってます。自分の人生充実度体感いくらぐらい？あんま考えてないっす。なんかそういうのはあんま深く考えずに生きてます。日々のタスクこなしてたら人生終わりってね、意味です。それなんかこう やった仕事のデータとかあるんですか？あ、ありますか。何月何編集終わったとかめっちゃ残ってますよ。なんかそういうデータあるんですか？それはあるんですか？そんなことない。ちなむと、はい、あれ聞きたいな。なんすか？編集のこだわりというか。こだわりっすか？何を一番大事にしてるかっていうのを教えてほしいんだけど、はいか家で答えてください。あ、はい、わかりました。はい、うん、ウミガメのスープ。何が大事なの？ああ、はいか家で。すみません。誰の質問に誰がはいか言われるんですか？川坂質問じゃないですか？テロップって10分で何個ぐらい入ってんの？わかんない。僕、なんかネストがめっちゃ多いんで。ネスト？ネスト。何すかネストって。ネスト。写像ね。何すか写像って。ネスト？ネスト。何すかネストって。ネストはあれなんですよ。テロップをまとめて一つの なんすかねファイルフォルダにして、それを動かすことによって複数のテロップを同時に動かせるみたいな。知らないわけないですよね。知らないわけないじゃないですか。知らなかった。すみません。それ含めてですけど、どうなると多分400-450とかじゃないですか。マジで？はい。嘘つくのやめてもらっていいですか？いや、ひろゆきみたいなそんな。ファースト面接ですか？え？マイク。ちょっと録音してます今。え？そう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 、どう考えても繋がってんからこれ。最近、はい、人生の充実度どう？最近はちょっと忙しいんですよ。マジ忙しい？はい。それはあなたの感想じゃないですか？じゃなくてあなたの感想ですよ。まあもちろん。ちょっとデータ見してよ、その忙しいっていう。データ？あ、カレンダーのアプリありますよ。ノリの中では普通の大学生 YouTube これ何割何割？はいか言えて答えてください。何割何割か聞かれてはいか言えなんですどういう？はいか言えて答えてください。はいか言え、いいえかな。いいえ。はい、いいえです。いいえか。いいえってことはまあ YouTube がメインってこと？そうですね。なるほどね。YouTube、インスタ、Twitter とあるわけじゃないですか。Twitter でいいんじゃねって思ってます。はい。え、どれが好きな？何割何割何割？これ、はいか言えて答えてください。何割かで、なんか、しかも3つあって、2択とかでもない。じゃあ、はい。あ、はい。じゃあ、それどれなんそれじゃあ。YouTube です。あ、YouTube。はい、Twitter あんま好きじゃない？嫌いではない。嘘つくのやめてもらっていいですか？ひろゆきさんでさっきから。お疲れです。お疲れ様です、ピロマルさん。こちらもかけさせていただきます。あ、どうぞ
どうぞ。はい。最近編集とかちゃんと頑張ってますか？編集する時間がちょっと取れてなくて。それなんかデータとかあるんですか？その時間がないみたいなのは。データ？データ。データね。それはでもあなたの感想じゃないですか？え、そうなんですよ。ですよね。そうなんですよね。なんか多分最近気づいたんですけど、1日に2つの予定を入れられない人なんですよ。で、1個予定があったらもう、あ、1日終わったらみたいな。嘘をつくのやめてもらっていいですか？マジで嘘、え、怖っ。すいません。1日何時間睡眠なんですか？これはいか家で答えてください。あ、はい、わかる。え、はいか家で答えるんですか？うん、家。家か。結構寝るタイプってことね。あ、はい、そうです。合計10時間ぐらい寝てるかな。合計10時間。ロングスリーパーなんですよ。だから、嘘つくのやめてもらっていいですか？ガチです。それなんかその睡眠とパフォーマンスのそのデータとかってあるんですか？え、でも体感です。体感。それまたの感想じゃないですか？はい、感想でしかないと。怖っ。そうです。怖い。何のミーティングなんですかこれ？いや、だって一応将来というか、将来とか日常についてのミーティング。え、最近関さんの調子はどうなの？いや、悪いですよね。あ、そうなの？それはあなたの感想じゃないですか？あ、そうなんです。何なんですかそれ。なんか理系、理系、理系みたいな。そうなんだ。データとかあるんですか？データ、はい、あります。あ、あるの？あの、アナルティクスみたいな。アナルティクス。違う、アナルティクス、アナルティクス。なんか逆に悩んでることとかありますか？あの、編集にすごい時間かかるっていうのを悩んでます。すごいこだわっちゃうんですよね。そのこだわりはでも視聴者はさ、求めてる。多分気づかないと思います。それじゃあやらんでいいんじゃん。確かに。確かにそうですね。そのクリエイター の, そのこだわりがこだわりであると、その見抜ける人じゃないと難しいよね、うん、そういうのを、まあ、嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。うん。テロップで何個ぐらい入れた方がいいと思う？いや、350ぐらいですかね。それ なんでな。今までのなんか経験的に。それなんか視聴維持率とかのデータとかあるんですか？データやたらとデータ求めたがりますよね。データ最近好きなんですよ。あ、そう、なるほど。いや、ないですね、それは。じゃあ嘘つくのやめてもらっていいですか？怖くて。じゃあ嘘じゃないですか、その、なんていうか、その何のネタなんですか。というわけで、花尾ひろゆきさん56ミーティングドッキリでした。なるほど、いや、伝わらないです。なんかやりますか？え？なんかやりますか？いや、別に大丈夫。じゃあ、僕、中身の、生身の僕が。最近編集、頑張ってる？あんまりやってないです。あんまりやってへんの？まあ、月に3、2、3分くらい。なんかそういうデータとかあるんですか？そういうデータ？うん、いや、感想です。僕の感想です。